はい、こんにちは、今回はですねシンプルに、だいぶ前にやりました動画の、再演といいますかね、姉妹を始める時の注意点、もう皆さん忘れられている方も多いと思いますので、もう一度やっていきたいなと思います。これは姉妹という舞をですねスタートする時の注意点ではあるんですけれども、立ち座りの時、普通の生活においても立ち座りの時にここが、ちゃんとなっていると足に負担をかけずに、立ったり座ったりができますよということですので、参考に見ていただけたらなと思います。ではやってまいりましょう。ではまず最初にこのような形で舞台があったとします。切戸口はこちらの方になりますので、ここから出てきまして、で、普通姉妹でしたら渋滞が座ってますので、そこの前を通過する形で、座ってみたいと思います。いかがでしたでしょうか。このお扇子を持つということも一つの型です。これがこんな風に、お茶の お夏目と お茶碗と持つ時ってちょっとこう高めにするんですよね。そういう感じでこう上がっちゃって、こういう風に持たれる方たまにおられます。ではなくって、この場合は、イメージとしましたら鉄棒の前回りの時に鉄棒がありますよね。それぐらいの位置になります。これくらいの位置、そして右手は上から、左手はちょっと下から添えるような形で水平に持ちます。所定の位置につきますと、右足を引いて座る、その時に座ると同時にスーッと最初の構えに持っていく、これが大切です。こう出てきて右足を引いてスーッと座る。で、この時に肩のラインがこうなったりとかこうなったりとかしないように気をつけてください。まっすぐです。ですのでこのお扇子と位置と手の位置は若干変わってきますけど、肩のラインがきれいになるようにやってみてください。で、曲によってはお扇子はそのままの場合、または開ける場合があります。開ける場合は胸ぐらいの高さに上げてきます。そして必ず先の方を下に少し向けるようにしてください。でないとこうして開けると、かっこ悪いです。下の方に向けるようにして、ここが基準です。この形、少し前が下がっている状態で、左手で人差し指と親指で弾くように開けます。そうしますと、ここに左手の人差し指を入れるような形で引っ張ってきます。ですのでここの部分が動かないように開けてあげてください。横からしますと、これくらいの角度で一つ弾くように開ける。左手の人差し指で引っ張ってくる、そして元の構えになるとなります。今のが姉妹の始め方なんですね。で、今度必ず座ったものは立ち上がります。立ち上がる時の注意点をやっていきましょう。立ち上がる時は、ここ頭の頂点のあたりに紐で引っ張られるようにまっすぐに立ち上がってきます。これがこう前側に倒れる、こういう風な形で立ち上がったりしないように、ここの辺りからスーッと立ち上がってきます。そうしますと結果右足が後ろにありますので、その右足を前に揃えるっていうのが基本になります。もう一度やってみましょう。座った状態からお扇子を一つ開けて最後まで開ける、構えます。何がしかの歌いを歌いまして、この頭の頂点に引っ張られるように上に上がってきて揃えるとなります。で、この時にけれども重要なのは右足の足首の角度です。この角度です。この角度がなるべく90度より小さくなるように、鋭角になるようにしてください。これが
こうなってくると右足に全く力が入らないです。こうで、ここが硬い方はなるべくここをストレッチして、ギュッとこのすねの筋肉といいますかね、をストレッチしてすねを柔らかくしてください。そうするとこう90度よりか中に入ることができれば、ほぼほぼ右足の力、この右足を蹴る力だけで立ち上がれます。そうすると先ほど言いました、この頭の上に引っ張られるようにまっすぐに立てるようになるわけです。これが右足の力が入らなくなった瞬間に前傾になって、こういうふうな立ち方になってしまいますので、右足のすね、そして足首の柔らかさ、これが重要になってきます。ここの角度が鋭角か鈍角かによってご自身で見てください。自分で、ここの右足の足首の角度が90度よりか狭くなれるかどうか、ならない場合はこれはもう仕方ないです。右足を使わなくって左足で立つ練習になります。右足のあんま力が入りませんので、少し座った時に足をつけるんじゃなくて、ちょっと前に、普通でしたらこのように足があるのを少し前に出してあげてください。そうするとここが右足の足首が広がっていても、こうなっていても左足に力が入りますので、思い切って力が入って立てることができると思います。これは体の硬さとか、年齢とかによっていろいろ変わってきますので、このように工夫することが大切だと思います。いずれにしましても、何も考えずに出てきて、何も考えずにお扇子開いて立ち上がるではなくって、一つ一つの動きを考えて、自分に合ったスタイルを見つけてみてください。そうするとおのずと綺麗な形で立ち上がることができます。すると一曲の後の一曲の一番最初になりますから、皆さんの目線が一番集中とするところになりますので、ここを頑張って仕上げると、その一曲が、より良くなってきますので、頑張ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。